東フーズ、あの東丸が製造していますの鹿児島ラーメン亭醤油豚骨味、棒状乾燥麺に粉末スープがついています。麺は適度なコシがありますが、かもなく不可もなくといったところです。スープは醤油豚骨と言いながら豚骨っぽさが全然ないです。普通の醤油ラーメンと言われても何も違和感がありません。味そのものは穏やかです。